皆さんこんにちは、ジゴンです。ということで今回もウィニングイレブン2021の動画を撮っていきたいと思います。はい、ということで今回は3月4日木曜日に eFootball交換所に追加されたアイコニックについて話していきたいと思います。今回はこちらの追加された4人についてのみ触れるので、2月分までの追加選手については今回は触れないのでご了承ください。今回は3月に追加されたカフー、カシージャス、デコ、ネドベド、こちらの4選手について触れていきます。 eFootball ポイントのシステム自体が始まったのが12月ということで、あれから月日は流れて4ヶ月目になりましたね。そろそろポイントを使わないと消えちゃうんじゃないかと思ったそこのあなた、まだ大丈夫です。12月に受け取ったポイントだとしても、執行は半年後の月末、つまりポイントが消えちゃうのは早くても6月末からになるので、まだ3月なので余裕がありますよね。約3ヶ月ぐらいあるということなので、今すぐねポイントを使わないとダメっていうことではありませんね。しかもこの6月までに4月、5月、6月とポイント交換のアイコニックおそらく追加されるチャンスあると思うので、しかも3回あるんですよね。その中にルンメニゲとかビエラとかフリットとかベッケンとか、その辺が入ってくる可能性があるので、それらの選手を狙いたいという方は待った方がいいと思います。まだ3ヶ月ありますからね。はい、ということで今回3月に更新された4人なんですけど、カフー、カシージャス、デコとネドベドということで、ガチスカ級っていうのはネドベドのみですかね。他の選手は好きな選手だったりとか、マッチデーに参加したいように取るだとか、あとは〇〇スカットとかクラブで縛ったりとか、あとは国で縛ったりとか、そういう縛りチームなんかのねスカットを作りたい方向けの選手なのかなというところです。今回はね改めて能力もね、振り返っていきたいとは思うんですけど、はい、まずはカフーですね。一応今回のは左側なのでそこだけ注意してください。右側は今作ローマのアイコニックで出ているそちらのものです。まずはディフェンダーということで右サイドバック登録なんですよね。ディフェンスラインの選手で B 固定って限られてくるので、そこは貴重なんですけど、足元とかパスの高さもある、ガンガン攻撃参加させるタイプのサイドバックですよね。積極的な攻撃参加で B 固定が欲しいっていう方は交換した方がいいのかなというところなんですが、逆に守備的な選手を求めるっていう方は、プジョルとかマルディーニとかベッケンバウアー、この辺をね、今後松田とか、今マルディーニ出てると思うんですけど、それらの選手たちと交換する、もしくは現役だと守備的サイドバックを持っているワンビサカとかパバール、この辺がおすすめなので、個人的には無理に交換しなくてもいいのかなと思ってます。ローマのユニフォームを使っていて右サイドバックが空白だっていう方は今回カフーをね狙ってみるのもありなんじゃないかなとは思います。はい、続いてがカシージャスですね。こちらの選手も左側が今回の能力なんですけど、まずはゴールキーパーということで B 固定のゴールキーパーはいないのか、そこが論点になりそうですね。カーンとかチェフ、ここら辺持っていれば、能力で勝るカーンだとか、あとは身長で勝るチェフの方がおすすめです。ちょっとねプレースタイルが違うのでその辺は好み分かれると思うんですけど、基本的にはカーンとかチェフで十分なのかなと思います。他現役の選手ですね。例えば最近来ているドンナルンマとかクルトワとか、現役ゴールキーパーではダメなのか、カシージャスの能力、カンスト項目は3つですし、クリアリングは92とちょっと低めになっていて、スキルに低弾道パントがないなど必要な方は追加しないといけません。あとは身長ですよね。185センチということで、そこまでね背が高いゴールキーパーではないので、それらの要素を許容できる方でそれでも交換したいって方におすすめの選手かなと思います。はい、続いて紹介するのがデコですね。こちらの選手はチャンスメーカーということで、レジェンドとかアイコニックでいうとベルカンプとかデルピエロもチャンスメーカーのバージョン出てましたし、あとはメッシのアイコニックですね。これは PS4 だけかな。アプリで出ているのが確かインレシだったと思うんですけど、その辺りがチャンスメーカー持っています。能力でいうとパスとか足元は高いものの他の能力はそこそこというところで、特に現役のデブライネで代用できるんじゃないかと個人的に思ってるんですけど、デブライネ B 固定ではないんですけどライブアップデートも非常に乗りやすい選手で、しかも後腕が8あるので、デコ以上のスキルなんかもありますし、ポジション適性も同じポジションなどができますし、デブライネ自体も FP の登場回数多くて、あとは投票 FP なんかもねちょっと前に来ていましたので持ってる方非常に多いはずです。デコに関してはバルサ補正をしているという方でそのポジションが定まっていないとか、そういう方におすすめだと思うんですけど、他の選手でも代用できるというイメージなのかなと思ってます。はい、最後がネドベドということで今回追加されたナンバーワンガチスカ入り候補の選手だと思ってます。特にユベントス補正をしている方はここで交換してもいいのかなと思いますし、アイコニックのロナウドなんかをね強くして使っているっていう方は特にねネドベド持ってない方はね取っておきたいですし、割と強いですよね。特に CMF などネドベドが使えるポジションに B 固定がいないのなら、ネドベドはうってつけかなと思いますし、能力面を見ても足元とかパスの高さに特に得点力も合わせてるのが最高な感じですよね。特にキック力が98からのライジングシュートなど高い得点能力を持つのがネドベドの最大の武器かなと思ってます。あとはフィジカルだったりとかアグレッシブネスも高いということで守備での貢献にも期待できますし、スキルもワンパスルーパス中盤に必要なスキルなども持っていて適性も広くて、自分持っていないんですけど個人的に欲しいなと思っている選手の一人ではありますね。はい、ということで今回の4人のまとめになるんですけど、前提として好きな選手であれば迷わず取っていただいていいと思うんですけど、そうではないという方は、カフーに関しては B 固定の攻撃的サイドバック、しかも攻撃性能を重視したい方向けの選手かなと思いますし、そしてカシージャスは B 固定のゴールキーパーが欲しくて B 固定の最初のゴールキーパーはカシージャスにしたいっていう方向けのゴールキーパーの選手ですね。それからデコに関しては他のどのチャンスメーカーの選手よりもデコがいいだとか、あとはもしくはバルセロナのユニフォーム補正をしていてデコが欲しかったっていう方向けの選手かなと思ってます。そして最後はネドベドということで、ネドベドに関しては今回追加された4人の中から選ぶのであればネドベドになると思うんですけど、特にユベントス補正をしていて CMF など使いたいポジションに空きがあるだとか、B 固定の選手が少ないっていう方向けの選手かなと思いますし、割と他のアイコニックは結構揃えたっていう方はこのネドベドをね狙ってみるっていうのはありなんじゃないかなとは思います。はい、これらに当てはまれば今回狙うのもありだと思いますし、当てはまらないっていう方であれば次のアイコニックの更新を待つだとか、もしくは2月までの選手とね交換してしまう、この辺でもね考えていくといいのかなと思います。はい、最初の方にも言った通り6月末までねポイント最低でもねあると思うので時間はまだありますし、今後の様子を見ながら考えていくのでも遅くはないのかなと思います。今まで来た選手の中でおすすめで言うと、まずは2列目からの飛び出し持っているロブソンだとか、あとは中盤でスーパーサブを持っている中田英寿、この辺りがね初回に来た選手ではいいと思いますし、1月で来た選手の中で言うとやはり、ディフェンスラインね全てできるマルディーニ、やはりこの選手は優秀だと思いますし、今週アトレチコのアイコニック来てますけど9番のこのアトレチコのフォルランの方が強いので、ワンパスルーパス持ちラインブレーカーとしても優秀なフォルランとってもいいと思いますし、あと先月来た選手でいうとファンバステンも圧倒的なね得点能力を持つファンバステン一番ね今のところポイントがねめちゃくちゃ高いんですけど、この辺りがおすすめですかね。プレースタイルなんかが好みであればクライファートとかプティとか、スコールズなんかも強いですし、その辺と交換してもいいかなと思います。そして今回入ってきたネドベド、この辺がやはり注目、今回するのであればおすすめしたい選手ですね。はい、ということで今回は3月の e フットボールポイント交換対象に追加された4人の選手について紹介していきました。いかがだったでしょうか。まさかの4人ということで、5、6人ね今まで来ていたのにだんだん減ってきてるんですけど、おそらく今後もね追加入ってくると思うので、そこを待つだとか、今のうちにねしっかりポイントを貯めるだとかしっかりしていただければと思います。来週は e フットボールリーグなんかもありますので、ポイントがね貯まる期間なのでぜひ参加してみてください。こちらのチャンネルではこのような役立つ情報だったりとか、アイコニックのレベマの紹介なんかもやってますし、最新情報などの動画も上げてるので、よければチャンネル登録、高評価よろしくお願いいたします。ということで今回の動画はここまでです。ご視聴ありがとうございました。